とテーマは、うん、みんなが平和な世界っていうものをずっと私は描いてて、うん、その作品を見たことによって、うん、視覚から得る無意識のうちに、うん、あこういう世界なんか実現できるかもしれないって、うん、みんなが作品を見て思ってくれたらいいなと思って、うん、毎回コンセプトはその平和とか、うん、みんなが幸せな世界っていうのをテーマに描いてるんですけど、うん、それを、いつもテーマとしては持っていて、その中で自分の中で新しい技法をどんどんこうやったらより自分もワクワク作れるんじゃないかっていうのを探りながら、そういうふうに展覧会ごとにちょっとずつ変えていってるっていう感じです。変わったところは、もともと彫刻を彫ってて、その最初の頃は普通に彫ってたんですけど、そのうち彫りを深くしたらどうだろうとか、線を太くしたらっていうので、今回はその1枚の板に彫ってるんだけれど、その中で立体感っていうのもすごく大切に作ってます。地球なんですけど、地球なので色がだいたい決まっているので、固有色ので、まあでも水色でも水色、いろんなパターンがあるので、一番面積として大きいところから塗っていって、あこの色綺麗だなと思ったら、そこをベースにこれに合ったこの色は何だろうっていうので、どん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 それの延長で大きい面積から組み立てていってます。で違うと思ったらどんどん変えていく感じです。大学時代にテキスタイルデザインをやっていて、テキスタイル染め物をやってたんで、シルクスクリーンでするって作業をやっていて、型番はカッターで切ってやるんです。でその頃からカッターで切ったりとか、大学が東京造形で自由専攻で木版画を取れる授業があって、でその時にやった時に手で描くよりもしっくりきて楽しかったっていうのが印象としてあって、手で描く線よりもなんか自分の場合は彫った線の方が美しくなるなっていう、そういう印象があって、そのまま木版画に進みました。ね、木版画ですね。最初は木版画をやってたんです。木版をやめた理由はその、うん、あれなんですよね。もともと刷ろうと思って1メーターサイズのモノクロの板を作ってたんですね。で彫ったところが分かるように上に墨汁をかけて彫るんですけど、その彫った後の木と墨汁のコントラストがすごい綺麗で、それにインクをかけちゃったらもうこの美しさは戻らないと思って、これはすごいもったいないなと思って、それを展示で出したのがきっかけ。版木とその最初の墨汁と木の美しさですね、それ自体がもう作品として成り立ってるなと思って、インクをかけちゃうと掃除した時に結局その美しさはもうゼロになってしまうので、紙にすることよりはこのままで飾りたいと思ったのが最初です。たまたまなんですけど、目安で塗ったんですけど、ちょっと黒がボワーンとしてたりするのがかえって良かったりのと、このなんか独特な薄い黒の印象は紙に吸ったら出ないかなっていう、それがありますね。動物が好きなので旅に出ようみたいな のシリーズの時なんですけど、なんかどうしてもこういうボーリングのピンの人を描きたくて、形をね、はい、で宇宙にこういうボーリングのピンみたいな人たちがいっぱいいて、菩提樹の木なんですけど、菩提樹の木を描きたいっていう目的がちょっとあって、なんとなくなん意味はないんですけど、こういう絵を描きたいっていう、それで描いて、この時もまあ割と調和するっていうのをテーマにやってたんですけど、まあ、ちょっとある意味では幻想的な世界なので、ちょっと現実とはややかけ離れてたりもするんですけど、今はもうちょっとなんとなく現代的なものというか、なんかジョン・レノン のイマジンという曲がすごく好きで、その想像したら世界は叶うというか世界は変わる、それはすごくそうだなと思って、じゃあ自分も想像して世界が変わるんだったら幸せな世界を想像しようと思って、具体的にそういう絵を描き出したっていうのがきっかけです。見た人がこう見てこう感じると、はい、とかまあ自分がそれで幸せに作れてたら、それはおのずと作品に現れるかなと思って、まあ
そこまで見る人の意識を置かないようになるべく。ああ自分のね、なんか自分がワクワクするものだけを一応追い求めてるんだけれど、うん、まあ強いて言えば人にちょっとそう思われたら余計嬉しいなっていうのはあります。うんうん、